お前らよく聞け。そこで生ぬるい飲み物を吸っているお前ら、俺の話を聞け。絶望と苦しみの果てに俺はここに来た。お前らが想像もつかないような苦しみを経て、死神の顔すら拝めずに俺はここにいる。想像力を持てと言う。そんなものはクソだ。人がその硬いがんじがらめに組み合わさった丸い骨の内側で想像しうるものなどクソだ、幻想だ。本物の苦痛と絶望をお前は知らない。半年も洗っていない衣服の肌触りも、ひび割れたつま先で触れるコンクリートの感触もお前は知らない。吐きかけられるタバコ臭い痰の味も、死んだ目を持つ高校生の柔らかいスニーカーで蹴りつけられる痛みも、お前らは知らない。しかし俺はお前らに言おう。俺はお前らよりはるかに生きている。所詮人は虫だ。本能と欲望を詰め込んだ体の中でもがき苦しんでいる虫だ。いくらそこから自由になろうとあがいても、全ては嘘だ、幻想だ、クソだ。お前らは人の形をした虫だ。俺のように、虫のように生きてみろ。久保田涼子に来ていただきました、はい、なんとなく久しぶり。そうですね、うん、ぼんやり久しぶりな感じがします。ぼやっと久しぶりな感じがしますね。いや、何回かあの顔見せにはこちらに来たんですけど、あの収録はね、収録はもうすごい久しぶりで、ちょっと嬉しかったですね、はい、面白かったですね。面白いですね。この番組で、こんなエレクトリックな感じでやったのは初めてじゃないですかね。そうですね、私は初めてですね。少なくともいつもアコースティックピアノでやってますけど、ピアノの音っぽい感じですけど、今日ピアノ蓋してありますからね。そうです、本当ですね。ピアノの蓋した上に置いてますからね。本当だ。そうか、こういう感じ。あの人型という詩ですけどね、はい、これね、あのカメラマンで、私の知り合いのカメラ、 若いカメラマンで、はい、ミキ吉和くんっていうのがね、はい、いるんですけど、彼が個展やった時に、その彼にプレゼントした詩なんですけどね。うん、非常に暴力的な内容なので、まあまあまあ
あんまり読める人いないんですけど。あ、そう、まあ、まあ大概そういうの私が、ありがたくも読ませていただきまして。なんか前もなんか、こんなエログロは、久保亮にしか読めないとか言われて、問題外科を読んだりとか。筒井康隆先生の。はい。あれすごいですね。未だにオーディオブックで。結構、時々上位に。あ、本当ですか。おお。内容がちょっとね、グロいですからね。なんか、だかね、エログロな感じは大概私のところに。あれ、なんか気持ち悪くなるぐらい。グロいよね。問題外科ですか、うん、問題外科、いやでも、うん、あってもおかしくないのかなって思っちゃったんですけど、どっかにあんな話、あんな病院がありそうとか思って。いや怖いですよ。いや、あったら怖いんですけども、うん、でもなんか昔、ものすごい昔に、うん、もう多分20年とか、うん、もうちょっと前ぐらいに書かれてるはずなのに、そうそうそう、未だに通用する話じゃないですか。まあまあそう ね、 通用しちゃいけないんですけどね、うん、あれはすごいなと。まあ皆さん興味のある人は、はい、iTunes ストアで、はい、問題外科、問題外科と、はい、筒井康隆先生の問題外科と入力して、はい、ここに出るそうです。そうすると久保田涼子、はい、プレビューっていうボタンを押すとサンプルが90秒聞けますのでね。そうですね、じゃあそれを聞いていただいて、うん、聞いていただいて、はい、今日なんでエレクトリックな音楽でやったかというと、はい、これ伏線があるんですよ。ほう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 、うん、それもうすぐライブをやるんですけど。あ、はい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 じゃない、それですね。なるほど。君も出る。はい、出ます出ます。はい、もうバリバリに出ます。バリバリ。久しぶりじゃない、ライブ。ライブ久しぶりですね。嬉しいです。はい、銀座のね、はい、アップルストアっていうところがあるんですよ。アップルストアというとマックの、マックのパソコンのマックのお店です。リンゴのマークの。いたことある、銀座のアップルストア。いや、ま、松屋のね前にある。わかりやすいですか。わかりやすいなんて思うんじゃない、もうリンゴのマークが。じゃあ絶対わかる。銀座のねそこだけなんかこう、なんかサイバーな空間が出現する。そうなんだ、うん、じゃあちょっと楽しみで。そこのアップルストアの3階にイベントホールがあるんですけど、うん、あ、イベントホール。そう、そこでやるんですよ。はい。もうすごい人ごとのように聞いてましたね。朗読と音楽のライブを、はい、久保田涼子出演、はい、他にも何人か出ますけど、はい、べっぴんさんばっかりね。そうなんですよ、うん、楽しみです。べっぴんさんばっかりですよ。べっぴんさんばっかりで、君は大阪からわざわざ来てくれて、はい、そしてやろうということで。でもね、そのイベントホールなんですけど、はい、ピアノがないんですよ。ああ、まあそうですよね、うん、アップルストアのイベントホールですから。そう、普通はセミナーとかやる会場なんですけど、でもね結構そこではね、いろんなミュージシャンがやってます、うん。坂本龍一ちゃんとかね。結構有名なね、ガイタレっていうやつ。じゃあ、これ良くないのかな、この言葉は。どうなんだろう。どうなんだろう。うん。いや、ね、でも知る人ぞ知る。そう、ガイタレさんいっぱいやってますよ。あそこ誰々もやったよねっていう、そういうところなんですね。あ、もうミュージシャンから知ってみれば、もう憧れの場所ですよ。うん、でも普通はミュージシャンが出演するようなところ。まあ、普通にセミナーもやってるんだけど、うん、ミュージシャン的に言えば、うん、いつかは武道館かアップルストア。うお、本当。ね、商業主義の人は武道館を目指す。ああ、なるほどね。で、アート志向の人はアップルストアを目指すです。ああ。